つもラベライチャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回はレクサスでございます。はい、LC500 のコンバーチブルが入港しましたので早速インプレッションいたします。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、今までですねレクサスをレビューするとですね、結構辛口だということでですね、コメントでたくさんのお叱りをいただくケースもありましてまあ、かつてはですねもう退職されましたけどもね、まあ、ミノッチとレビューするとですね、はい、大体なんかレクサスそんなに好きじゃないんですかとかいろいろねコメントがあれたりしたんですけど岸さんどうですかレクサスっていうのは。私は、好きです。おお、基本的にそ そうですか、うん、いや、よかったですね。今そうですね、ちょっと欲しいなって思ってる、はい、欲しいブランドの一つでもあります。そうですか。はい、はい、ではそんなレクサス今日は LC500 コンバーチブルでご紹介いたします。ではスペック紹介からお願いします。はい、2022年式LC500 コンバーチブルでございます。エンジンの方が5リッター V 型8気筒 DOHC の自然吸気エンジンですね。最高出力が477馬力、最大トルクが540ニュートンメートルとなっております。おー、要はこれハイブリッドじゃなくてガソリンモデル、ね、ガソリンの自然吸気の V8 ですね。新車価格はいくらですか。1500万です。なかなかいいお値段ですね。いいお値段。それで今走行距離が約5000キロ走ってるロペライカーがおいくらですか。1490万円あございます。あ、もっと高いかと思った。そうですね、プレネにはなってないですけどリセールはいい。 LC 自体リセールはいいイメージですね。なるほど、はい、あの先日もコラボさせていただいたあのモータージャーナリストの五味康隆さんがコンバーチブル乗ってましたけど、はいはい、そうです ね、やっぱりリセール良かったっておっしゃってたんで、やっぱいいはいいんだね。いいはいいですね。以前 LC500 をねロペライチャンネルでもご紹介してるんですけど、なんかね音が良かったのすごく。確かに、うん、5リッターですか、ね、うん、か走っても面白いし音も聞けて、はい、なんかそうオープンカーになると、これ要は対抗馬で言ったら911カブリとか、それともグランツーとかーグランカブリ、そう DB11 ボランテとか違います。あ、ちょっとなんかラグジュアリーな感じもありつつ、ね、まあでもそれが競合になってくるような感じだよね、はい、後ろのシートが座れるかどうかちょっと分からないですけど ね、はい、分かりました。これおオプションは入ってますか。これオプションはもともと設定が多分そんな少ないんですけども、うん、カラーヘッドアップディスプレイと、マーク・レビンソン、これがサウンドシステム入ってますね。なるほど。あとは単造の21インチアルミがオプションで、はい、そのくらい、そのくらいです。あ、じゃあ何だかんだ言うとオプション入れて乗り出しの後1700万とかっていうぐらいまで行っちゃうのかしらね。700はいかないぐらいか、600ちょいちょいぐらいですかね。ちょいちょいぐらい。多分高級車だね。はい、高級車だね。高級車です。わかりました。すごいですね、はい、じゃあちょっとじゃあいつも通りのスタイルでご紹介すると、まあ鍵は、ね、レクサス LC この鍵ですよね。はい、リモコンでソフトトップの開閉、はい、できんのかな。ちょっと長押し、あ、できないんだ。2回とかダメですね。できないんだね。そういう感じです。これ色何色っていうの、うん、ホワイトノーバーガラスフレーク、パールの白ですかね。なんか LC ってパールの白とかこの色多くない？多いです。はい。LC といえば白、このパールの白のイメージですね。あとナンバーが1番が多い気もする。それは気のせいか。そうですか。そう。わかりました。じゃああとちょっとボンネットも開けてみましょう。はい。なんかおしゃれだねこれね。なんかすごい内装の匂いがセクシーな匂いがした。おー、かっこいい。なるほど、ちょっとカーボンになってるんだね。カーボン調調だなんですね。でロペライオの L があってね確かに L ですね。まあ、それで怒られちゃってますかね LC ってこの500とハイブリッドだけグレードの基本は。そうですね、はい。でもコンバーチブルは500しかない。あ、そうなんだ。はい、あのハイブリッドのモーターを積むスペースがあのフォロで失われちゃってるっていう話でした。はい、でもなんかそんなに馬力いるのっていうぐらい馬力ない。そうですね。いやなんかね、あの国産って言ったら割とダウンサイジングしたモデル ですよね馬力も抑えてなんですけど、やっぱり高級グレードだからそれなりのスペックは必要なのかな。はい、はい、わかりました。あと内装がね、ここから見てもさ、このベージュ系のレザーが見えるのがおしゃれでいいね。これね、いいですね。
だってダッシュボードまでベージュになってるからね、はい、反射しないのかなとか結構気になるけどね。確かに。この角度とか絶妙なバランスになってるんだろうね。あ、なんかそういったところはなんか輸入車だったらもうダッシュボードは黒が多いじゃん、はい、グレー系が、はい、だからちょっとね本当はどうなのかっていうものもちょっと今日ね見ていきたいなと思います。はい、はい、じゃあちょっとサイドも見てみましょう。はい、はい、こちらサイドですね。このサイドのスタイルはエレガントでかっこいいね。めちゃくちゃかっこいいですね。岸君似合うよ。似合います？うん、絶対似合う。ちょっと欲しくなっちゃいます、そう言われると。なんか C63 より LC って感じするもん。なんかちょっとさ、ちょっと座ってみてもらっていい？はい、いいですか？うん、ちょっとドア開けて。失礼します。この岸君なんかちょっとカタログにいそうな感じするもん。なんか失礼します。いいね、ちょっとスマートに、スマートに乗りこなす。あー、どうですか？似合います。まあ、肘はいらないけど。似合うよ。ありがとうございます。え、行っちゃえば？え、ローン通りますかね？大丈夫。ロペライオは、はい。ね、ローン、リース得意じゃないですか。確かに。ローンがもしダメだったら、リースがいける。じゃあ。得意分野じゃないですか、ロペライオ。お任せください。ね、先日だって DB11、アストンマーチの DB11 をね、はい、22歳のお客様が、ね、ご購入いただいて、そうですよね。そちらのお客様はリースでご契約いただいて、審査も通るということだったんでね、はい、ぜひご相談ください。はい。はい、ということですね。はい、で、あとはまあ、ホイールはさっき、ね、言いましたけど、オプションのホイールですよということと、ね、あの、このホイール多いよね。これ多いです。よく、ね、よく見かけて。大体、なんかもう標準なのかなと思ってたんですけど、ね、ちゃんとオプションでしたね。これね、そういうこと。で、あのね、ちょっとさっき乗りましたけど、インテリアです。内装がおしゃれ。ベージュの中でもツートンになってるんだね、これね。確かに、そうです。ライトベージュと。はい。この色使いの絶妙な使い分けがおしゃれですよね。ヘッドレストにさ、エンボス度はないかと思いきや、はい、裏、反対側にあるんだよね。あ、後ろ側ですか？うん。へぇ。あと、ゴミさんはオプションで、ここになんか、あの、スピードスターみたいな、ね。はい、はいはいはい。ここなんかつけて、これは50万だか60万だかしたんだよ、みたいな、話されてましたけどね。そういったオプションもね、ありますよね。いいな、ちょっと僕エンジンかけていいですか？どうぞ。なんかいいね、このドアノブだけこう出てるのもね、はい、カバーもなく。こういったところにも物が開けて。いいなぁ。おしゃれ。あ、なんかいい匂いするね。そうですか。革の匂いですか？ちょっとあの柔軟剤っぽい匂いがする。へえ。で、エンジンはかけるときはここスタートですか？てか、まさかピアノの音が？流れないかも。流れないですね。うわー、素敵。なんかでも、すごいね、シンプルイズベストなんだけど、すごい豪華な感じがするね。はい。デザイン性は僕すごい好きだな。で、ちょっとエンジンを吹かしてみたいと思います。いきますよ。あー、なるほど。で、ここでスポーツプラス LFA みたい。あんまり変わらない。そうだね、まあさすがにあのレスポンスはないかもしれないけど。そうですね。で、ちょっとここ屋根を閉めてみましょう。屋根はここか。あ、そっちです。こう。そうです。で、上を上げる。あ、こうなってんのね。で、で、これを。あ、おしゃれ。なるほどね。早いね。お、内側までちゃんとベージュになってて、うん、いいね。この屋根閉めた感じのちょっとスタイルも見ていいですか？このベージュの色合いが絶妙に。あ、いいね。明るすぎず。これでもあれだね、これ窓を全開に下ろす。こっち側の窓はこっちだったっけ？この感じのスタイル、クーペデザインでね、はい、このセンターピラーがない。ここがちょっとおしゃれじゃないですか。あー、素敵。素敵だ。エレガントだね。いいね、なるほど。わかりました。ちょっとキーさん、ちょっと後ろ乗ってみて。後ろですか？この状態で。乗れますかね。
ちょっと今の状態だと厳しいよね。あ、これか。キースさんでもスマートだから、あ、お持ちますよ。あ、すいません。スマートに乗りこなしていただいて。よいしょ。失礼します。おー、なるほど。あ、どう？で、ちょっと倒して。はい。この辺がもうきつい？もう限界ですね。あー、なるほど。で、頭もついちゃう。頭もついちゃいます。そうだね。まあちょっときついね。うんうん、OK ですよ。はい。まあ、エマージェンシーみたいな感じだね。その辺の、ちょっとコンビニとかスーパーだったらいいですけどね。遠出は。そうですか。エマージェンシーですね。はい。じゃあ、この状態でエンジン入れましょう。はい、どうぞ。ありがとうございます。じゃあ、続いてちょっと後ろも見てみましょう。はい、と前にクロージングサポートはついてるんだろうか。お、ついてない。ないですね。へぇー。へぇ、わかりました。はい。では、後ろです。ここがブルーだったら面白いのよね。ハイブリッドだとブルーになるじゃん。あー。ね、設定がないのに、あれみたいな。確かに。僕、この間ね、見たんですよ。自分の前に走ってた車が、はい、CLA だったのに、CLS のエンブレムだったの。エンブレムが。そう。CLS450 って書いてあったの。あれ？ちょっと小さくないかな。え、わかんない。でも450の5がね、ちょっと斜めだったんだよね。へー。あれみたいな感じはあったんだけどね。まあちょっと全然話は変わりましたけど。で、マフラーは、これは、あ、横に2本、2本。一瞬ちょっと縦にもマフラー入るのかな、ね、みたいな感じはしたけど。確かに。マフラーカッターはでも、こう、なんかね。エレガントな感じで。そうだね。エレガントだね。これは、さすがについてない。そうだね。ついてないね。ついてないですね。はい。じゃあトランク開けてみます。トランクはどうなんだろうな。さすがにちっちゃいんじゃないですか。あー、まあ。あー、ゴルフバッグ入るね。うん。アストンの DB11 の方が、まあ、大きい。そうですね。ゴルフバッグ2個いけちゃう。浅いですよね。そうだね。浅いね。この下にも入るようになってるってことか。あ、入ってないのか。なんでこんな浅いんだろう。GTR と比べてどうでしょう。 GTR 全然広い。あれもゴルフバッグ2つ入っちゃうからね。GTR はさすがっすよ。まあ、ただちょ入り口が狭いからね。そうですね。ね、うん、なるほどね、うん。こういう素材がまたちょっとね、一工夫違いますね。高級車の証です。はい、で、閉めるよ。あ、ついてないのね。はい。はい。終わりました。じゃあ、ライトチェックいきます。はい、ではでは行きます。スモール、おお、かっこいいね。マクラーレンっぽい感じもするね。はい、でロー、うおお、三眼、はい、ハイビーム、おお、そのまま切り替わるのね。はい、ウィンカーハザード、おお、下がね点灯するよーと。はい、ではホーン、優しくはできないよね。 OK です。じゃあ後ろ行きます。はい、では行きます。ブレーキ、おー、いいね。はい、 OK、 ライトオン、幻想的。はい、ブレーキ、はい、ウィンカー、はいはいね。フロントもリアも縦に入るんだね。はい、バック、バックランプ下ですね。はい、リアフォグはどうだい。リアフォグはなしっぽいということです。はい、 OK です。はい、それでは LC500 コンバーチブルですね。キスさんはコンバーチブル乗ったことあるんですか。ないです。お、そうなのね。はい、なるほど。じゃあまたお互い初乗りということで、はい、インプレッションのスタートです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ミラーかっこいいね。なんかこの形がね、かっこいいです。なんか M5 みたいな感じです、ね。ああ、ブルースと言ったり M5 と言ったり。ああ、間違えた、やっちゃった。くそ。くそ。絶対1回はやりますよ。あ、意外とさっきマッサング乗ったからかもしれないけど、これ膝当たるね。狭いですか。うん、ちょっと膝のところの圧迫感があるな。僕がちょっと足長いからかな。確かに長いです。取締役は。まあ、あなたの方が身長は高いけどね。僕、座高意外と高いんで。本当？足短いんですよ。まあ、国産なんで。
使い勝手はいいのか。そうだよね、メイドインジャパンだもんね。メイドインジャパンの安心感はすごいですね、やっぱり。あの高級感も強いね、パドルシフトもついて、いいじゃないですか。どこ行ってもディーラーが近くにある。そうだよね、はい、そこだよ、メンテナンスだよね。なんかあったらすぐディーラー駆け込めるっすよね。ねえ、で行けばさ、なんかちゃんとね、おもてなしや接客もちゃんと教育されてて、はい、おもてなしのレクサス。いいよね、株価日本一ですよ。確かに世界のトヨタさんですからね。叶いませんよロペライオといえどロペライオなんてもうあれじゃないですか、もう吹き飛ばされちゃいますよこれいじめないでそうですかね。いや、 あんま反射しないね。でも窓が今ちょっと光がないからかな、うん、そういったところはね、言うとこはいい、言う計算済みなんじゃないですか。ああ、全部、特に我々がそういうレビューをするだろうっていうのも計算済みなのかもしれないロペライオあたりが言ってくるだろう。そうそう、あいつら言ってくるから、その時はこういうふうに言えっていうフレーズがもう決まってるかもしれない急行は左側ですかね。なるほど、左側か。左なんか、そうだよね。これあれだよね、フロントリフティングとかついてないんだよね。はないですね。ああ、なんか左後ろが見にくいな、これミラーだと。へえ、結構、うん、ミラーの大きさ的にはでかいですか。そう、触ってくれてなかったわ、これ。おお、ハンドルのサイズが絶妙にいいね。日本人の手の長さとサイズに合ってる。ですね、すごいこのサイズ感いいわ。うわー、また太陽光が当たるとすごい、このレザーがまた鮮やか。うわ、そしてナビが反射しても見えないってことがない。うーん、角度調整はできないけども。確かに。ええー、さすがですね。またベタ褒めするの。クラーレン570570じゃねえ、 MP4 MP4 だね。リアのさ、はい、リアガラスというか、そのウィンドディフレクターの巻き込み防止のガラスはすごい小さいね。はい、そんなもんなのっていう。これでいけるんじゃないですか。これでしっかり機能してくれると思うか。オープンカーって私人生で数えることしか乗ったことないんですけど。あ、そう。おお。あー、なるほど。あ、意外とこれスポーツに入れてるからか、ステーリング重めだね。あ、そうなんですか。うん。あー、で、パドル。あー、2足。あー。あー、1足は入らない。入んない。入んない。ここで入った。あー。あ、低回転で引っ張ると結構落とします。なるほど。基本はでもボリュームは抑えめ。このカメラってあれかな、リアのドラレコってこと。オープンカーだからかリアにつかないからここにつくドラレコ。そうですね、前と後ろと。へー、なるほど。コンフォートでいいかな。結構風の巻き込み来るね。来てる方ですかこれ。うん、あんま気にしない？あんまり。でも屋根は頭が出ないね。やっぱり190ぐらいまで行くと多分出るんだろうけど、アストンの方がよっぽど低いわこれ。髪がでも乱れる感じはないですね。ああ。で、ちゃんと CD はやっぱあるんだね。はい。あえてこれは必要なんです。ここグローボックスは？あーはーはー。あー、でも狭いですね。狭いよね。でもなんかセレブな感じするよね。セレブ、ね、MC コンバーはね。はい。あれですかね、金額的に S 株とかその辺ですか。あー、でも S 株の方がもっと広くて優雅だよ。あー。なんかこのサイズ感は911な感じするけどね。確かに。911だったり、ね、まあ、AMG GT とかはちょっと違うのかしらないけど。911カブリオル。ああ、なんかいいな、優雅だな。でも
でもですよ、はい、敵を作るわけじゃないですけど、この国産車、まあ、こういう高級ブランドでいうとやっぱレクサスじゃないですか今、はい、でレクサスのこのオープンスタイルでいうとやっぱこのサイズなんですよ、うん、これがやっぱ日本車だからこのサイズで、うん、やっぱイギリス車やヨーロッパ車になってくるともっとサイズ感大きいじゃないですか。そうですね、ロールスロイスで言ったらドーンだったりドロップヘッドだったり、あの大きい車のオープンカーの味を占めると乗れる方は本当ごく一部ですけどね、やっぱりねあっちのエレガントさにはまず勝てないなって思う。うーん、本当にね入ってくる風が全然違うんだから。あ、そうなんですか。あんなに大きいのに取り回しも良くて運転しやすくて静かになんか本当浮いてるからのような走りするからね。うん、そうなんですよね。だからね、この生意気だとかね、言われるけど、うんうんうん、そう、だからね、あの頂点の車を乗ると、やっぱあそこが頂点だなっていう気はする、ね。金額も頂点なんだけど。だけど、まあ実用的に使うんだったらね、このくらいのサイズが一番、車庫入れも簡単だし。でも僕のお客さんが今イギリスにいらっしゃって、あのベルファイア乗ってるのよ日本で、ね、はい、でベルファイアイギリスに持ってたらしいの、はいはい、すごい受けがいいって言った。そうなの、うん、イギリスだとああいうのってないですかね。いやどうなんだろうね。だからそういう V とか、うん、V とかは走ってるのかもしれないし、それこそね、なんだっけ、あの、まあ、ルノーみたいなはい、タイプでそういうねバンっぽいのを乗るとかっていうのはあるのかもしれないけど、うん、あまりねそのベルファイアなんかイギリスに走ってるイメージが全くないじゃん。ないですね。すごくなんか ね受けがいいって言ってた。逆にイギリス車って日本でも受けがいいから、僕もイギリス車大好きだし、ね、逆にイギリスに日本車っていうのもすごい合うと思うんだよね。確かにそうです。あとなんかあのまあでもなんか例えばよ、ご近所付き合いがあるエリアだったとしてさ、はい、なんか高級車に乗ってますっていうのもちょっと嫌だったりするじゃない。レクサスまでだったら許されるみたいなところあると思うんだよ。そうですね。あと銀行周り、取引先周り、これもレクサスまでだったらみたいだね。嫌らしさがない、うん、LC で取引先周り本当はフェラーリ乗れる、ベントレも乗れるんだけど、 あえてのレクサスっていうね。そうですね、いいかもしれない、うん、ギラついてないし、ちょっと紳士感もありますよね。そうだね、イメージアップ、イメージをダウンはしないよね。ダウンはしないですね。清楚なイメージですね。そう、でもやっぱこう好みの問題だけど、ヨーロッパ車が好きだなこれはもう本当好みの問題です、しょうがないです。これはだって輸入車の話をしようって元々チャンネルで、はい、それで国産車レビューしてるんだから前提は輸入車ベースになったわけですよ。そうですね。だからまあそれをもうね100も承知で皆さんもご視聴いただきたいですし、輸入車確かに、そうだから輸入中古車専門店の人たちが乗るとどうなるのかっていう。で僕はでもレクサスは好きですよ。はい、本当に別にああでもないこうでもない別に言いたくもないし、いいと思います。レクサス、うん、国産だったらレクサス欲しいですね。うん、リセール強いし。リセールいいよね。リセール強いです、と。なんでレクサスってリセール強いんですかね。海外でも人気だからですか。ああ、まあそれもあるだろうね。でもレクサスってさ、あのリセールが強いからなんか転売とかうんぬんとかっていろいろ言われたりするけど、はい、からこそブランディングが成立すると思うんだよね。だから高級車なんですよ。これリセールがあってボンボン下がっちゃうと、いくら高級車といえどもなんかレクサスなんかすぐ安くなっちゃうじゃん。そうなっちゃうとちょっと違うよね。おお、いい音するね。今あのあえてパドル使わないで変速したけどよかったね、はい、すごいだいぶ乾いた音だね。そうですね、うん、まあ爆発的な加速って感じじゃないですけど、うん、まあエレガントでラグジュアリーでありという、伸びやかな。いやでもゴルフ疲れたなとか、今日ゴルフうまくいかなかったなとかっていう風に、LC コンボだったらなんかいいかも。確かに。あ、でも結構高速だと巻き込みますね、風。そうだね。結構来るね。これ後ろの窓ガラスもちょっと出してもらっていい？え、どういうんですか？後ろの窓から。ああ、そっか、うん。これ出た？あんま変わんないね。あ、変わんないですね。
首から上で風がなんか渦巻いてる。うん、そうだね。やっぱそれなりに巻き込みは来るね。はい。巻き込み、おお、ちょっと今コンタクトしてて、まあ、メニューの中にちょっと軽くホコリが入って右目がちょっと痛いんだけど。やばい。いや、会話できないぐらいではない。そうだね、はい、これライトはどうだっけ。あ、ここからライトついてるのか今。雨だな。高速はこれ開けない方がいいな、これ、うん、それかもう帽子かぶっと かぶってサングラスかけるかみたいな、そんな感じだね。いやでも乗り心地はいいね。ふわふわしてます。これノーマルですか。今スポーツ。え、これスポーツなんですか。そう。へえ。これでコンフォート。足元広い助手席。あ、シートね、確かにね。ああ。ね、まあしょうがない。ここはもう渋滞だから。そうなんですね。運転席からナビちょっと遠くないですか。そんなことないですか。なんか。でもタッチパネルじゃないから別にいいんじゃない。そっか、うん、助手席からすごい見やすかったですけど。見やすいね、確かに。ちょっとこっち向いててほしいかも、うん、開放感があるね。あれ、これって今の速度で開くんかな。ちょっとやってみようか。50とかだと思います。あ、そうマックス。あ、すごい開く。全然いけます。おー、すげー。今38キロです。速くていいね。速いですね。かっこいい。あー、いいね。やっぱ似合ってるよ。本当ですか、うん、なんか S クーペとか DB11 も似合うって言われました。で、ここ左でね。はい。やっぱ高速まで行くとやっぱ来るね、マスコミは。一般道はいいね、全然。おお。今回 LC500 コンバーチブルですけど、岸さんから100点満点で総評お願いします。91点。はい、じゃあ理由お願いします、はい、まあ見た目通りエレガントな走りで、うんうん、私個人的にはデザインとかすごい好きな車です、うんうん、で、まあ、あの似合うよって周りから言ってもらえて。周りから。周りから。はい、あのちょっとまあ舞い上がってる部分もあるんですけど、うん、まあ、将来的にちょっとお金に余裕ができたら所有したいなって思いますね、うん、なるほど。100点満点ではないのは、はい、ちょっとまあなんだろう、やっぱりスポーツカーの部類だと思うんで、うん、もう少しスポーツプラスにした時にバルブが開いてちょっと音が大きくなったりとか、うんうん、もう少しなんかその楽しめる要素もあってもいいかな。あ、そう。なんかね、パドルで結構楽しそうにやってた、うん、あれでもまだちょっと刺激足りないってこと。ちょっとないです。あの、やっぱトンネルだったので反響もあってちょっと大きく聞こえたんですけど、高速道路とか開けたとこだとあんま聞こえなかったんで、うん、なるほど。うん、まあ、静かな車欲しいなと思いつつも、やっぱりこういう2ドアに乗ったからにはなんか音も楽しみたいなっていう感情もありですね。で、 90? あと、うん、あ、何？あとこのなんかスイッチ周りで、さっきそのシートヒーターとか、うんうん、ワンタッチでポンって押せたらいいのになって思いました、うん、あ、ちょっとその使い勝手の部分。なるほど。
ぐらいです。ですって。すいません、生意気なこと言って。わかりました。ありがとうございます。はい、いいです。正直が一番です。はい、私は点数は90点。はい、まずはやっぱ内外装は僕はいいかなと。特に内装こんだけ豪華だったらね、うん、ですね、英国車みたいな仕様だし、なおかつその中でもなんか最先端ななんかそういった、まあ、スイッチパネルだったり、ね、このドアノブ一つ取ってもなんかレクサスらしさがあるなって、なんか近未来みたいな未来的な仕様になってて、そういったところは好きだなと。あとはね、なんか何度も言ってますけど、このパネル、はい、全然反射しないし、太陽光が当たってても、ね、ナビが見えなくなるってことがないんで、そういったところはもう本当細部にわたるところまで考えられて設計されてるんだなと思いました。そういうのはやっぱね、ヨーロッパ車にはないかなっていうところだよね。なんか側だけかっこよければいいって問題じゃなくて、実際使ってみてどうだったみたいな、こういったシチュエーションの時にこうなるよねみたいな、そういったところも全部計算されて作られてる感じがしたんで、はい、本当文句ないな。あとまあマイナス10点なのは、やっぱオープンカーなのにやっぱ巻き込みがすごいっていうところは、僕は結構まあしょうがないって言われればしょうがないかもしれないですけど、そのあたりはまだ輸入車の方が巻き込みは僕は少ないかなと思ったんですよ。巻き込みが欲しいとか欲しくないとかっていうよりも、なんかね、もう鬱陶しい感じがするんですよ。特に高速乗ったりすると。やっぱそういったところは、まあこのボディがスポーツボディ、スポーツなスタイルだからこそ、そういう風になってくるのかもしれないけど、でもポルシェの方が巻き込み少ないし、なんかやけに巻き込み多かったなっていう感じはしたんで、まあそこの部分での減点が大きかったかなっていうところですかね。はい。はい。すいません。名前聞きました。申し訳ございませんでした。はい。ありがとうございます。明日からね、ヘルメットかぶりながら歩かないとね、なんとかなっちゃうかもしれません。はい。ということで、今回 LC500 コンバージブルになりまして、はい、こちらはですね、ロベライの練馬ショールームで展示しておりますので、気になる方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。はい、それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。